コソボの大統領は、コソボ共和国の原主たる大統領を、コソボ議会によって選出される。コソボ紛争終結後、国際連合コソボ暫定行政ミッション統治下で、最初に大統領を務めたのは、イブラヒム・ルゴバであった。ルゴバは在任中の2006年1月21日に、死去し、ネジャートッチ大統領代行を経て、ファトミル・セーディウが後を継いだ。 コソボは2008年2月に一方的に独立を宣言し、セイディウは独立後の初代大統領となった。セイディウは2010年9月27日に大統領職を辞し、ヤクプクラス日が大統領代行となった。2011年2月22日、ベフジェット・パッツオーリが大統領に選出されたが、憲法裁判所によって憲法違反であるとされた。 2011年4月4日、パッツォリは大統領職を辞し、クラスニチが再び大統領代行を務め、2011年4月7日にコソボ警察の副長官で階級が少々のアティフェテヒヤヒアガが大統領に選出された。コソボ共産主義者、同盟1990年のユーゴスラビア憲法改正に伴い、コソボ社会主義自治州は、 セルビア人主導のコソボメトヒア自治州へと改編されたが選挙が実施できない状況が続いた。コソボはコソボ紛争を経て1999年より国際連合コソボ暫定行政ミッション統治下に入り2008年には一方的な独立宣言を果たしたが以降もセルビア人政府による知事任命は続いている。コソボ共和国は セルビア人が主導するコソボメトヒア自治州に対し、アルバニア人が独自の統治を試みたものである。国際的な承認は得られていない。コソボ共和国は2000年2月1日をもって解体した。コソボ民主連盟、イブラヒムル・ゴバは1999年5月5日から7月30日まで、イタリアに逃れた。コソボ民主連盟コソボ民主連盟コソボ民主党。 新子祖母同盟無所属、ありがとうございます。